皆さんこんにちは、伊沢美香子です。皆さんこんばんは、諏訪奈々香です。この番組は月曜から金曜まで学校や仕事を頑張った皆さんや休日出勤をして疲れて帰ってきた皆さんに、うん、ふわふわした私たち2人のトークをゆったり聞いていただこうという、うん、ふわふわサタデープログラムでーす。イエーイ。テンション高いじゃん。どうしたの。3本目に今日もイレギュラーで3本目でーす。ねえ、ついに諏訪が諏訪のテンションが疲れて下がるところが上がるっていう。疲れると上がっちゃうタイプ。やばいね、もう水だね。いやでも世間的には、うん、はい、晴れて8月に入りまして、はい、ね、なんか夏っていうとさ、やっぱ日照時間も伸びるしさ、うん、気持ちが明るくなるよね。急にテンション下がるなし。うん、そうだね、気分にムラがあるね。はい、まあそんなわけでね、もう今年も残り5ヶ月となりましたね、うん、はい、まあ来週末はコミケですもんね。もう早いですね、風物詩がどんどん来て、うん、ね、あっという間ですが、まあ夏の風物詩、うん、浴衣、うん、ね、浴衣やりましょうか、ぼちぼち。やりますか、そろそろ ね、寝かせている浴衣をやろうかな。私も結構浴衣が尽きてきたけど、まだ開封もしてませんよ。あ、この間あの買った、取り置きしてたってやつだね。うん、うん、ちょっともしね、来週浴衣があるかも、ちょっと忘れないように皆さんの例によってリプライをもう、うん、飛ばしていただければあるかもしれませんので、ご期待くださいね。はい、それではそろそろ始めていきましょう。伊沢美香子、諏訪奈々香のふわさた、今日も